アーモンドクロールを作っていきたいと思います。よいしょ、これがコストコのチョコ。完成？完成。これ前も払いに。前も払いにはいけん。なんだあいつ。小部屋のタカです。シゲです。今日は小部屋ファミリーでキャンプに来てます。真冬の車中泊。寒いですが、日に当たりながら楽しみたいと思います。はーい、イエーイ。ゼンちゃんがゼンちゃん楽しみ、あーってちょうどよかったじゃん。いける。おはようございます。今からキャンプに行くのでコストコで具材を買っていきたいと思います。久々にキャンプ地に着きました。焚き火していろんなもんを作ろうかな。キャンプご飯、キャンプ飯か。ビア缶、ビア缶チキンのビール飲まれてます。ビア缶チキンを作りたいと思います。火を入れて、そうじゃね、ビールは半分飲んでもらいます。うちは横着なので着火剤使います。着火剤でワークマンの着火マンで準備をしていきたいと思います。火が消える。ありがとうございます。じゃあビア缶チキン作っていきたいと思います。これは時間かかるんでね、先に。塩麹を塗りたくって、塩コショウもかけときたいかな。中に入れたらいいんじゃない？ビニール手袋があったっけ？ないと思う。じゃあもう素手でいきます。ここに置きたこれは飯盒炊さんでご飯を吸わせてます。水か。よし、じゃあビア缶チキンもあれしとるんで、お昼ご飯に知り合いのお肉屋さんで買ったお肉を
焼肉しようと思います。広島で唯一スメラギ牛を扱っているお店です。肉屋片岡、よろしくお願いします。ね、日曜日があれですよね。なんだっけ、もうやっぱ、まあ、でも風雨が引っ張るんで、でまあ私はそのうちちょっと開けちゃったんですけど、コストコのチョッピーのスープでキットでバーモントカレーで贅沢にカレーを作ってみようと思います。おいしそう。この暖炉いい感じになりましたね。マック入れとったら暖炉でした。このね、タラとかはもう寒いけどね、うん、いい、入れた方がいいから。パエリア、キノコ入れるやつなの、贅沢よね。キノコも入れとこうかな、うん、キノコもいいと思う。ビア缶地球は真っ黒真っ黒でもこっちから見たら美味しそう。でもこれね、あの塩麹なんで多分削ればいけます。美味しそう。うん、いやいや、焦げってあれね、麹なんだ。中すごい美味しそう。1、2の3、いやいや、はい、あ、押してます。いくよ、1、2の3、はい、おいしい。いきます。はい、エビ投入、エビ投入、貝も入れる。貝火取っとるよ。あ、そうなの、ね、うん、そうじゃない、殻が入りそうだもんね、うん、はい、どうぞ。バーモントカレーを作っていきたいと思います。よいしょ、これがコストコのチョッピーナに、じゃあルーをいただきたいと思います。師匠は今ベッドを作ってます。あと2時間は多分お話無理だと思うので。めっちゃ海鮮の匂いがする。これこの間 あのパスタのやつのやつを、もういい、ごめんですね。全然全然、これでいきます。お、どんな味がするんだろ う、 そうしたことないけん今回してみようと思って。でも海鮮うん、ちょっといつもパスタとかじゃけん。よし、え、楽しみ。おお、とこれに貝も入れてどうなるかですね。混ぜときます。ありがとうございます。はい、よいしょ、これ燃えるんかな。燃えんかもしれない。あ、別にここマイキャンプ場だけど文句は言わない。これって何の貝です。これムール貝でしょ。一緒に入っとったんです、これの、うん、このチョッピーのスープがなんかチョッピーのスープセットっていうのに変わっとって。へえ、でもこれは前もついとったと思う。へえ、
お、米も炊けました。炊けました、いいね。おこげは、おこげ、おこげ上手に炊けるもんですね、これ。おこげがないぐらい。そこの方に。あ、ちょっとあるあるある。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 あるおこげがちょっと。あ、いいね。最高。うわ、ほくほくそう。楽しみ。上田商店の美味しい肉で焼肉します。バーベキュー。楽しみ。背後からなんか出てきた。最後から出てきた。ヒゲちゃん。どうも。今日はまあビールじゃなくて発泡酒。あ残念ながらね。うまそう。いただこう。うん。さあ。最高。肉三昧とビール。寿司三昧みたいな言い方したよ、この人。うまいっす。お味はいかがですか？おいしい、おいしい。お味は？お味はバリバリうまい。ご飯、エビおいしい。まだ寝れんね、こりゃ。寝床できました。これで4人寝ます、家族。狭いですけど。逆にくっついて寝たらあったかいです。まあ、下にちょっと荷物ね入れたりもできますし、ね、荷物ね詰めます。イエーイ。電気毛布つけてます。9度です、車内寒い。そうた、入って。どう？あったかい。あったかい？それは良かった。はい。今電気毛布をつけてますが、ポータブル電源どれぐらい持つかね、今 99% ですけど、何時間持つかやってみます。時間は5時35分。暗いね。で、9度です。9度。寒い。白い息が出たり出して。寒い。やばい。はい。さくさん、ちなみに6時32分でした。違うやんとか。まあいいんじゃない、別に。まあいいよ。こいつだな、ひよったんじゃ。冬のキャンプほど火のありがたみがよくわかる。寒い。こいつの中に肉、肉、肉。なんだあいつ。かわいい。めっちゃ見られとった。なんか視線感じるなと思ったら。
涙出るわ、この。よし、めっちゃいい。焼けた。食べてみて。やばい。やばい。めっちゃうまっ。美味しいですか？うん。うん。あ、やっぱりマシュマロって美味しい。うん。ただいまの気温氷点下5度。これさ、一度が最低なんじゃない？もうそれ以上測れない。さっきからさ、一度から変わってないよ、寒くなる夜のに。しげちゃんの性能いいやつは中ある。どう、カップラーメンの味は？うまい。やっぱりね、寒い中で食べるカップラーメンって最高なんよね。これ考えた人すごいよね、このお湯入れて。マジでうまい、あったまる。うますぎる。鼻水が出る。社長社長社長来ます、社長頑張りましょう、はい、頑張ります。社長と焚き火いい。中この狭いエスティマで家族4人並んで寝ます。でも電気毛布だったらあったかいよね今のとこは。明日どうなるか怖い。おやすみなさい。バッテリーがどれぐらい残ってるかポタ電が見てみましょう。
電気毛布をつけた状態で1日寝ましたけど、どれぐらいポタで残ってるでしょうか。結構残ってますね。 74% 残ってます。冬の車中泊には電気毛布いいです。やっぱりキャンピングカーは全然違う、広いし広いし、びっくりした。もう寝返りも普通に上も下も2段ベッドで、いいね。ね、快適だっただろうね。温度も 16.1 度もある。あったかい。なんだ。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ここで散歩した場所で焚き火をしてルールとマナーを守ってます。で、タカファミリーはこのエスティマで車中泊しました。で、しげちゃんファミリーはこちらのキャンピングカーで車中泊して楽しみました。また見てください。よろしくお願いいたします。またね。え、そうかな。